さあ今回はね、パワードアボラスからです。まさかのね、まあまあ状態良くて799円ですね。これはね、安いと思う。かなり爪とか角とかが折れてなくて、まあ多少ね汚れっていうかね、塗装汚れとかあるけど、それで799円は、ね、安いです。はい、からのいろいろね見ていきましょう。ウルトラマンコーナーです。いやー、今回もね、太田店さんですね、トイプラネット。お、アントラーだ。ウルトラマンマックスにも出てきましたね。今ね、僕マックス見ててね、めっちゃハマっちゃってるんですよ。もうマックスもね、もう後半に差し掛かったぐらいまで見たんだけど、もういろいろマックスのアイテムが欲しくなっちゃいますよね。面白いね。あとね、思った以上にゼノンが出なくてびっくりです。はい、さあ見ていきましょう。今ね、なんだっけ、ゼアスに出てくるベンゼン星人のね、レディがいましたね。で、ベリアル。ここは結構ね、種類ごとにね、縦にずらっと並んでるから面白いよ。ベリアルだったら後ろにもベリアルみたいな感じで、割とね、整ってます。例えばここだったらエースキラーがずらっと並んでて、まあ一体だけね、マグマ星人だっけがいますけど、結構ね、まあ種類ごとっていうか、怪獣の種類ごとに分かれてたりするんで、見やすかったりもするし、ここのね、太田店さんではなんだろうな、今まで何買ったっけな。結構でもね、一時ね、特化コーナーがすごいね、充実してる時期もあったんだけど、あれ、これ、マックスの1話に出てきたやつだっけ？なんか、氷の怪獣と火の怪獣だっけ？なんか出てきたよね、1話で。2台出てきたよね。これ欲しいんだよな、ちょっと、まだね、この怪獣はね、よく知らないんだけど、この鬼みたいなやつ欲しいんだよね。エビカニックスはいいや。お、コスモスのバルタン星人だね。ああ、落としてしまった。コスモスのバルタン星人。これ状態比較的いいかなと思います。スパークドールズだね。さあ、なんかあるかな。そして下の方にはこのビッグサイズ。これは音が鳴るやつかな、確か。光ったりするのかわかんないけど。でね、俺、今回初めて見つけたんだけど、サウンドバトラーのパワードゴモラ。まあ、2999円のことなんだけど、パワードゴモラのサウンドバトラーね、初めて見た。実物を。てか、あったんだって感じ。まあ、あったろうけど、パワードバルタンとパワードゼットンはよく見かけるんだけど、そんで今回ね、パワードレッドキングもあるんだけどね、まあ、エルキングもいるし、パワードレッドキングもいるんだけど、僕が持ってるのはパワードレッドキングとパワードバルタンだけなんだけどね。パワード Z は見かけるんだけど、まあまあ高いからいつも買ってなくて。サウンドバトラーね、ちょっとでかいんだよね。でもトイプラとかでも安い時500円ぐらいでありますよ。サウンドバトラーシリーズみたいな。ウルトラマンパワードのね、VHS 見てたらね、最初に CM が流れてました。サウンドバトラーの。そしてウルトラエッグと、これウルトラヌードル。ウルトラヌードルいいよね。その結構ね、エッグも好きだけど、ヌードルも好きで。で、今回、ウルトラビークルっていうね、また新しい新製品が発売されるみたいで、買います、絶対。多分、トイプラで買います。新品でアマゾンで買えようって話だけどね。で、なんだっけ、俺、アースゴモラだっけ？あ、これね、X かなんかの時のやつだと思うんだけど、当時ね、アマゾンで安かったから、買ったんだけど、まだ箱から開けてないんだよね。X 見たら開けようと思ってるんだけど、まだ見てなくて、今、MAX 見ちゃってるからね。でも、あれからいろいろ見たな。ウルトラマンもミクラス、ミクラスだよね、これね、合ってるよね。ミクラスというとやっぱメビウスのイメージかな。お願いミクラスって言うんだよね。ちょっと活躍するけど、そこまで活躍しないよね。ウルトラマンジードの最終回のゼガン並みに活躍しないよね。まあ、ゼガンは活躍してはいるんだけど、一瞬じゃん。まあでもゼガンがいなかったら作戦はね、成功しないわけだけど。出たベースタイタン、ウルトラマンマックスの、まあ、地球防衛軍のダッシュの基地ですね。いいね。やっぱこのパッケージにね、役者さんがね、乗ってるのがいいですね。で、これ、ウルトラクリスタル。ウルトラクリスタルでいいんだっけ？あれ、なんだっけ？オーブ、ルーブの。ルーブクリスタル、ルーブクリスタルだ。ルーブクリスタル。今回ね、100円で大量にありましたね。なんかこんだけ多いのは初めて。いろんなトイプラネット回ってるけど、ルーブクリスタルが100円コーナーにこんな感じでずらっとあるのは初めて。ここまで多いのは初めて。
もちろんね、まあ、その何あのなんレアなやつとかはねショーケースとかに入ってるんだけど、でもまあね、なんだろう、これがないとかね、なんかレアなやつじゃないんだけどあれ探してるんだとかがあればこう探すといいと思います。あとあれだけ欲しいとかさ、今ギャラクトロンがあったけど、でカプセルもありますね、ジードのね。ジードのカプセルはもうね結構見かけますけど、でも今回多いね。ちゃんとね、あの白と黒で分かれてるからね、ウルトラマンと怪獣でね。あ、ゼガンだ。ゼガン好きなくせにね、まだね装備ゲットできてないんですよ。アマゾンで安くなったら買おうと思って、一時ね900円台までなったんだけど、その時にちょっと買い逃しちゃって、そしたらねちょっとね値段が落ち着かなくてね買ってないんだよね。でマックスなんだっけ、マックススパークじゃなくて、なんだっけ、右腕のやつ、フェニックスみたいなやつだね、確かね。あれさ、もともとゼノンのやつなのにさ、マックスが勝手になんか使った感じだよね。それからマックスがずっと使ってるっていう、面白いんだよ意外と。うん、アイズ、アイズってコスモスだっけ、わかんない、これはちょっとわかんないな。だっけ、ゼアスがマイドウだっけマイドゥだっけ、マイドウだっけね、面白いよね。いや、マックス面白いっていうか、アイテムがいいね、結構。うん。ダッシュが使うね、武器とか、あと、ダッシュのね、戦闘機とかさ、車とか。これもしかして、あ、違うかな。なんか、ティガでさ、ティガのソフビでさ、温めると色変わるやつあるよね。今、ダイナのそれかなと思ったけど、違うかな。今ね、ウルトラ USA のやつもいたしね。最近なんか、ウルトラ USA よく見かけるんだけど、100円とか。カイコ堂でも見かけたし、うん、まあ、カイコ堂にはよくあるんだけど、トイプラでもよく見かけますね。あー、アクションフィギュアのビクトリーが結構な状態に。さあ、なんかもうね、このね100円コーナー掘り出し物感が半端なくていいですね。お、レオだ、ちょっと古い感じするね。足の裏見るとね、たまにキングザウルスの金型使ってるやつとかあっていいんですよね。最近だとね、昨日行ったね桶川店にねありました、セブンが。ただ記名が入っているのと塗装がね剥げまくってたから買わなかったけどね、100円でありましたね。お、いいね、指人形も。指人形もね欲しいのあったら買うんだけどね、100円だからね。まあ、指人形1個100円なら僕はいいと思うけどね。まあ人によっては高いと感じるかもしれないけどね。お、古そうなアストラですね。レオとアストラがいます。そして、あ、5時のチャイムになっちゃったわ。この時間を避けて収録しないとピンポンワーボンがなね入っちゃうね。お、光だ。塗装がすごいんだよこの光。もうほぼ全塗装って言っても過言ではないというか、まあ、全塗装じゃないんだけど、ほぼね、すごい、裏まで完璧じゃないんだけど、ほぼ完璧に塗装されてる。うん。さあ、お、ガイア。最初の方のガイアだね。V1 か。まあね、最近買ったんだよ、これは。うん。ガイアね、展開が欲しいんだけどね、展開めちゃめちゃレアらしくてね。全然手に入んないっすよ。最近、回顧堂に入荷したらしいんだけど、お店行ったらなかった。うん。多分ヤフオクであれしてんだと思うんだけど。お、パワード、でかいパワード欲しいかも。まあ状態が良ければね。パワード、やっぱアボラスね、この時すごい悩んだんだよ。799円で買おうかなと思ったんだけど、でもね、1体僕持ってるから買うのやめようかなと思ってやめました、ちゃんとね。うん、他の人に譲ろうと思って多分もう売れてるかな。うーん、僕も持ってなかったら即買いだけどね。で、こっちにはねショーケースもあって、うん、で下の方には武器とかがあって、あと戦闘機とか、オーブカリバー。値段いくら、999円。まあまあかな。999円だとね、もうちょっと安い時もある。トイプラだと799ぐらいでもあるかもしれない。今のビクトリーの変身アイテム安いな。あれ、これあれじゃん、マックスのやつじゃん。この時気づかなかった。何だっけ、マックスバード。あ、違う、ダッシュバードだ。ダッシュバード1じゃないこれ。1号じゃない、ダッシュバード1号でしょこれ。
あ、買えばよかった。しかもね、今回ここね、あのなんだっけ、ダッシュタイタンだっけ、ん、なんだっけ、ん、なんだっけ、ダッシュタイタンでいいんだっけとか、あとダッシュマザーとか、あとこのダッシュライザーとか、マックス系めっちゃあったんだけど、この時ね、そこまでまだね、この辺に詳しくなかったから、まあこの辺とかマックスのって分かってはいたけど、まだそこまでうんって感じだったんだけど、いくら999円、あー買えよかった、くそー。これね、ショーンが発明したね、あのマックス、さっきのマッシュ、あ、ダッシュライザーよりもちょっと強いやつで、これがダイナかなんかのやつなんだよね。スーパーガッツだっけ、あ、ティガだっけ、これ、いや、ダイナだな、スーパーガッツ。これね、ちっちゃい時持ってて、なんかね、スポンジみたいなこの丸いやつあるんだけど、このスポンジを発射するおもちゃらで、ちっちゃい時持ってましたね。うん、今のすげえ状態いいよね。僕ちっちゃい頃遊びまくってたからね、もうスポンジとかもなくしまくってたしね。面白いおもちゃですよ、スポンジ発射して。うん、ね、ウルトラじゃなくてルーブクリスタルとかね、結構ショーケースの中にもあって、ベルドラ2599円、いいね、できいいね、ベルドラ昔の方のやつね。そして、まあ、ルーブの変身アイテム、ジードの変身アイテム、ジードライザーセットみたいな感じかな。あ、マックス、あ、大手でまた行きたいな、ちょっと。マックス系を全部、あ、あった。あ、マックスギャラクシーか。マックスフェニックスとかじゃなかった。マックスギャラクシーだ。マックスギャラクシーはね、結構安い時多いから、箱なしだとね、持ってるんだけど、マックススパークとマックスギャラクシーは持ってるんだよね。やっぱこれいいね。ダッシュタイ、ダッシュマザーか、ダッシュマザーいいね。ダッシュマザーはダッシュタイタンから刺激して、まあ、隊長が基本乗ってる。隊長とあとエリーも乗ってるかな。うん、エリーっていうドロイドみたいなのがいるんだけど、満島ひかりさんがやってるね。エリーが乗ったりする。エリーもいいキャラだよね。てかね、ダッシュはみんないいキャラ。うん、みんな好き、全員好きダッシュ。お、ゼノンだ、100円。こっちの方特価なのかな。てか、もともとね、もうちょっと高かったんだけど安くなったって感じで、マックス特価コーナーになってるね。100円とかね。レッドキングが199円、怪獣とかももともと299円とか499円とか、そこら辺が199円とかになったみたいな感じかな。メフィラス星人とかもいますね。で、まあこの辺がね、特化コーナーなんだけど、まあ特化コーナー今回ね、ウルトラマン系の遊びが多かったね。怪獣とかウルトラマンとかが多かった。バルタンとかもいて、多分まとめてなんかちょっと在庫が増えたかなんかで一気に特化コーナーに流したんだと思うんだけど、これはね、非常にありがたいですね。まあでもちょっとね、欲しいのはなかったんだけどね、今回はね。これ安いんじゃないかな、妖怪ウォッチのなんかやつなんだけど、108円だから。割と最近だよね。なんだこれは。ニョロボンのボールだ。でね、キューレンジャーの星座ブラッサー。ん？星座ブラッサーでいいんだよね、名前。合ってるよね。星座ブラッサーだよね。108円。ただベルト止めだけ欠品だけど、でも遊ぶ分には問題ないかなと思います。108円になるのはまあ、予想できていたけどね。うん、なったなって感じで。うん。お、出た、ウルトラマンのこれ強いやつね。なんだっけ、レジェンド。コスモスと、なんかコスモスの相棒が一緒になるやつ。なんかコスモスの相棒誰だっけ、あれ、コスモスの相棒誰だっけ、あ、見てないからわかんないわ。コスモスの相棒忘れた。そもそもマックスの相棒がゼノンっていうのも最近把握したからね。うっすら知ってはいたけど、がっつりマックスの相棒ゼノンってわけでもないんだ。相棒っていうか、今僕が見てる限りは1話しか出てきてない。もう DVD 8巻ぐらいまで見たんだけどね。あ、出た、廉価版のメビウスブレスだっけとかのやつだね。セット安いね。別にこれでも遊べるからね、僕的にはね、これでもいいと思うんだけどね。うん、お、出た。あ、でもこれね、腕につけるあれがないね、腕のバンドがね。でも199円、安い。マックススパーク、マックスこれで変身するんだけど、一回ね、これ奪われちゃった回とかあって面白かったよ。なんか
あウルトラマンのなんかペンタブみたいなやつ、ペンタブじゃないな、なんつうんだ、ペン付きタブレットで、おあれだ、なんだっけ、ゼロの変身アイテムなんだけど、これってサーガでしか出てこないんだっけ、どうだっけ。でこれウルトラエッグを運ぶ車ね、あ電車みたいなやつ、これ持ってるけどあんま遊ばないな。でオーブ、オーブリング、オーブリングってさ結構安いよね今ね。これなんだっけ、これネクサスだっけ、マックスには出てきてないんだけど、なんだっけこれ、ネクサスだった気がするんだけどな、ごめん間違えた、コスモスかな、コスモスネクサスはまだちゃんと見てないからあんま分かんないんだよな。次見るとしたら多分コスモス見ると思う、か X かどっちかかな、コスモスか X 買う、買うな DVD、 やっぱレンタルでもいいんだけどあんま揃ってないしね。うん、で特化コーナーを振り返るとまたねウルトラマンコーナーに戻ってくるって感じなんだけど、あこれマックスに似てるけど、これはねウルトラセブン2-1ですね、ウルトラセブン2-1っていう、まあね、あのネオスの相棒ですね、ウルトラマンネオスの、まあ何、2人目のウルトラマンって感じ。結構ね大活躍します、大活躍はしないけど、まあサポート活躍しますよでこれってさ改造パンドンでいいんだっけ、これはなんかあんまり見かけない気がするんだよな、ちょっと欲しいなと思った、あーいいなと思って、なんかこんな感じのねやつまた出てほしい。あでキリエロイド2だ、俺このキリエロイド2ってさ食玩しかないんだと思ってたけどさ、普通の800シリーズのサイズであるんだよっていうのをだいぶ前に知りました。でバルタンいっぱいいるね、バルタンが、アントラ欲しいな、マックスのアントラ欲しいんだよな、本編出てきたし。でもねなかなか夏目の竜だっけがね高くて手に入んないんですよ。でまあおまけ的にねこっちのゴジラ系のコーナーですね、ゴジラガメラとかのコーナーで、まあ、ちょっとね高いのもあるんだけど、まあでも欲しいのがあったらあれかなって感じで、これこれこれ探してたやつなんだけど、ちょっとね高かったんだけど、ヤマトタケルだっけのあの出てくるやつだよね、鳥、ちょっとねあの後ろの方のならね、あれ なんつうの、尾びれって、尾びれじゃないな、なんかがねちょっと歪んじゃってるんだけど、まあ、直せなくはないんだけど、もうちょっと安かったら買ってたかな、999円だったら買ってたかもしんない、うん、でこれなんだっけ、バトラだっけ、で、キングギドラがいろいろ、このキングギドラちっちゃいんだよな、何なんだろう、いつのやつかな。でこっちの方にはちょっと大きい系の装備、メガゴジラのでかいやつとか、まあ、シンゴジラとかスペースゴジラ、アニゴジとかいますね。ね下の方にはねこれ携帯捜査官7がね結構ありました。ただそこまで爆安じゃないというか、僕以前ね爆安で買っちゃったからあんま安く感じないけど、これとか持ってないやつだから欲しいんじゃない、まあ安いっちゃ安い、定価以下だしね、今結構人気でしょ、でもなんかネットとかだと結構ツイッターとか見るとこの携帯捜査官7とあとレスキューフォースは人気高いよね、なんか今でも、うん、そんな感じしますね、結構なんか後から評価されてる作品の一つだと思います、この携帯捜査官7結構あるでしょ、で奥にもまだあるからね、本体とかもあったし、この辺のブリスターっぽいやつは持ってないんだよね一個も、うん、欲しいんだけどまだね持ってるやつを一回も開封してないから、そっちを遊び尽くしたら、まあ今度ねこのオートテンさんに行ったらね買ってもいいかなと思うんだけど、今買っちゃうとね物だらけになっちゃうからね、なんだこれ変形するんだ、へえ。でこれかわいいな、カービィのソフビだよねこれ、299円、これかわいいと思います、うん、まん丸カービィ、まん丸カービィっていうか全部まん丸か、いいね。でそうだね、これディスクウォーズだっけな、そんな感じのやつだよね、ディスクウォーズアベンジャーズみたいな、これも一時すごい安くなったからな、
で、なんだこれは、謎のメカだ。これかわいいね。これあれでしょ、あのなんだっけ、ボロットじゃなくて、ロボコンとかのやつだよね。この辺も、あ、今のもね、よくね、トイプラで見かけるんだけど、何のやつかはちょっと、わかんない。これとかも面白いよね。かっこいいんだよね。普通に欲しくなっちゃうよね。無限ファイヤー、かっこいいな。ここら辺のコーナーね、動画分けてもよかったんだけど、見やすくするために長くなっちゃうしね。あ、出た、ヤマタノオロチ。ただね、尻尾のね、角かなんかが折れてるんでしょ、1個。だから安いんだよね、7999円。かなり安い。以前トイプラでね、どこも折れてないやつが9999円でありました。伊勢崎店さんでね。でも売れちゃいましたね。で、ゾイド。そう、この辺のコーナーのね、サムネ用写真を忘れちゃったんで、だからね、あの、コーナーを分けずに、まあなんか、ウルトラマンコーナーにつけました、この動画を。まあ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 、ジャンルとしては近いとこあるからね。ダガーン X。なんだろう、ダガーン X。古いね、作品とかも見ていきたいよね、これから。タツノコプロとかもどんどん。まずはね、あれか、DVD 持ってるからね、あの、ハリケーンポリマーから見ていこうかなと思います。お、ゴジラだ。電動怪獣王ゴジラ。動くんだ。吠えるんだ。歩いて吠えるんだ。歩いて吠えるゴジラって。本物やん。もう本物に近い。かっこいいね。あ、出たこれ。ヘボットのね、やつだね。これはね、僕持ってないんですよね。これ何？なんだろう。トランスフォーマー系か。まあ、トランスフォーマー系もね、結構あるんですけど、僕トランスフォーマーわかんないからあんま撮影できないんだけどね。まあ、ぜひ、またこれからね、トランスフォーマーもね、あの、マンモスのやつ欲しいなと思ってます。はい。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。それではまた、バイバーイ。ありがとうございました。